先日アップされた動画で下手をやめ上手に生きるとおっしゃっていましたが表面上だけ上手にやって裏で不正をしているような人も巧みと言えるのでしょうか下手でも誠実に生きている人の方が良いと思うのですが考えをお聞かせいただけますと幸いです私たちが生きる上で下手に生きるよりは上手に生きたい誰もがそう思う,思うんですね けれどもじゃあ上手に生きるということはどういうことかこの上手にという中に含まれる要素この要素はどういうものがあるかというとまあ皆さんこう生きる上でうまく生きるそれをその言葉を聞いて想像することといったら、まあ、一つは お金があったらないよりい,い誰もはそう思うと思思とますねまずその経済的にうまく生きるに十分な家庭を得ることができるかどうかこの上手さそしてそのほかじゃあうまく生きるって言った時に どんなな要素があるかな健康の問題心や体が不健康であったらそしたらこれやっぱり上手に生きるっていうことにはならないですよね生活習慣がぐっちゃぐちゃそしていつも体に不協和音を抱えている体調はよくない、ね、自分の不節制不規則から来る健康状態の悪さこれは 上手に生きるとは言えませんよね。それから、人間関係はどうでしょう。もう家族と顔を付き合わせればいつも喧嘩をしているとか、会社に行っても同僚とか上司とか部下とかみんなうまくいかないとかね。でそうなるとこれ上手に生きると言えませんよね。なので、この人間関係の巧みさ、これも大事ですよね。あとどんな要素があるかなって言った時に、まあ当然人間には知的好奇心というものがありますから、いろんな知識とか、 いろんな知恵とかね、そういうものがやっぱり、えー、満たされるということは幸せなことですね。素敵な、あの、面白いですよね。なので、そういった知識や情報を得たい。ね、それを上手に得られる人とそうでない人、ね、がいると。でもじゃあ、それだけかっていうと、まあ、そうでない。やっぱこういったその経済的にものすごくお金を得ていくってことに関しては、 目ざとくて、そして上手にできる。けれども、ね、まあ、その他、いろいろ、だけども、やっぱりこう、自分のね、性格って言いますか、人格。やっぱりこう、人間関係とも繋がってきますけれども。自分がピュアな人間であること、素直な人間であること、そしていい人間であることっていうね、やっぱり皆に好かれて、そして、 えー、自分でもね、気持ちよく生きることができる。自分に嘘をつくことなく、こう、まっすぐに生きることができる。で、その方が、いろいろこう、ごまかしてっていう人格的にこう、大丈夫かと、あの人は。異常にお金を儲けることが上手だけれども、人格的に大丈夫かっていう人は、まあ、いずれ短期間にはいいかもしれないけど、長期にわたってみると、この、やはり人からの信用を失いやすかったりしますよね。 そういう意味で、まあ私たち、やっぱり、あの、心の綺麗な人間になりたいと、いい人間になりたいと、やっぱりそう思って生きる。これもやっぱり上手に生きるってことになると思うんですよ。まあいろいろそうやって、私たちが上手に生きる。つまりこう幸せに生きるってで。そういうふうに、えー、生きる。そのための要素はって考えていくといろいろ出てくると思うんです。で 仏法に従って生きる。お釈迦様の提案した生き方と、一般の人たちの生き方と、何が違うかって言ったら、この、上手にうまく生きるという要素は変わらないんですよ。これ、お坊さんたちであっても、お釈迦様、お釈迦様のお弟子さんたちであっても、当然、やっぱり生きるために食べていかなきゃいけないわけです。お釈迦様の時代には、現在のような貨幣の、 というものは流通、その流通があったり、貨幣が使われてたかどうかっていうのはわかりませんけれども、おそらくまだ貨幣というものはちゃんと制度としてね、きちんと成り立ってない時かもしれません。物々交換で成り立ってたかもしれません。けれども、いずれにしても、食べていくために、生きていくために、必要な糧というものを得なきゃいけますよね。服も必要、薬も必要、住むところも必要、食べるものも必要とか、いろいろね、必要なものがあるわけですよ。それを、まあ現代で言えば、買っていく。 ね、買っていくためのお金がある。これは、現代に生きる私たちの僧侶であったと同じですよ。そう。健康もちろん、私たちあの、一般の人も、お釈迦様の弟子さんたちも、ね、健康であるということはそうでないということに比べて、もう健康がベースですからね。これもとっても大事なことですね。知識。そういうのも大事です。ね、人との人間関係も大事です。ね、で、 この、私たちがよりよく生きていくために、より巧みに生きていくためには、その必要な条件と言いますかね、要素というのがあるわけですがで、これは、みんな変わらないんですよ。でも、その一般の人たちと、ブッダと、ブッダの教えたお弟子さんたち、また仏教との、その、巧みに生きるこの要素の違いがあるんですよね。で、これは、何が違うかと言ったら、 この巧みに生きるためのその要素、条件ですね。これは変わらないんだけど、この優先順位が違うんですよ。優先順位が違うんです。多くの人たちが、例えば、巧みにうまく生きる。うまくあの人は上手に生きてるねっていう時は、あいつは儲かってるねとかね。うまくこう、お金を稼いでるね。で、そこが一番の優先順位というか評価順位に、 世の中全体がなっってしまったんですこのこと自体がおかしいことなんですけど、また間違ってることなんですけど、これが、多くの人たちが、そういう目で、あいつうまくやってるよねって言った時に、あいつはうまく儲けてるよねって。で、そういう見方しかしなくなっちゃうんですね。で、この質問も、まさに、そういうご自身の思い込みが現れた質問なんですね。でも、仏教の場合、お釈迦様の場合、この前提が違うんですよ。 何度も言います。お坊さんであったって生きるに食べていかなきゃいけ食べていくのにお金も必要ですよ。現代のお坊さんをね。そう。私たちにとって健康も必要です。もちろんです。健康の方がいい。より良い人間関係、これも求めたい。知的好奇心ありますよ。いろんなことを興味持っていろんなことを知りたい。いろんな情報、より良い情報、そういうものを手に入れたい。そう思うわけですね。それを手に入れられたらよりいいわけです。けれども、こういった その、よりよく生きる、より上手に生きられるよねっていうことの要素の中でも、最も優先順位、高い優先順位を持って大事にしたいことっていうのが、第一にお金が来るではなくて、第一に自分の人格なんです。別に誰かに評価されるとか、誰かが見てるじゃなくて、私はこのように生きたいという、その自分のありようっていうんですかね。これが、 社会に反するものであったり、人を出し抜いてとか騙して、それでもっていう、そういうあり方をしたくないと。自分が、自分の、別に誰かの評価とかじゃなくて、自分はこのようにして、心清らかに生きたいって。で、これを、仏教の場合は、第一に置いてるんですね。で、その上で、もちろんお金も必要、健康も必要、そのほういろんな大事な要素というのが必要だと思うんですけども、ここの自分が心清らかに生きたいと。 ね。で、この自分が心を清らかに生きていくということを、まず何よりも優先して大事にした、行くと、そうするとどうなるかって、その他のことが、まあ、巧みに生きられるようになるわけですよ。そう。で、このね、下手をやめて巧みに生きるとおっしゃっていましたが、表面上だけうまくやっていて裏で不正をしているような人も巧みと言えるのでしょうかこの質問に対して、今のところまで聞くと、その答えがおのずと分かってくると思います。 この一般に、またこの質問してくださったね、質問者さんが言うところの、ね、その裏で不正をしているような人も巧みと言えるのでしょうか表面上だけうまくやっていて裏で不正をしているような人。これも巧みと言えるのでしょうかこれは表面上だけうまくやって裏で不正をしているにもかかわらず、あいつは結構儲かってると。こういう人も巧みに生きてるんですかと。これをね、 お金を一番儲けてる、よりよく儲けてるという人、その巧みさだけを切り取って、この、これを巧みと表現しているのであれば、それは巧みに生きてるでしょうね。裏で悪いことやっても、あの表,面表面上ではあ取り繕って、うまく取り繕っおいて、裏で悪いことやってるのに儲けてる。そういう人実際にいると思います。だけれども、仏教的に見ると、それは巧みと言えないんですよ。むしろ、超下手なんです。なぜかって、それは、 長期的には続かないんですよで。長期的に続い、続いて、まあ一生それで通す人はいるかもしれませんけども、それで本人が幸せかというと、はたから見ると幸せのようですけど、おそらくそんな風に生きている人、誰が信用するんでしょうか。おそらく、ね、あの、これは、えー、ほんとね、お金を儲けて、いっぱいお金を持ってる人からすればね、もう狙われているのはその人のお金です。常に身内から、それからね、もうみんな狙うわけですよ。ですから、時々、 そのニュースとかにも出てきますよね。ものすごい資産家であったと。そういう人が、えー、奥さんにね、こう殺されてしまったりとか、身内からずっと付け狙われてたり、旗から見たら毎日飲み歩いて遊び歩いて好き放題して高級車乗って立派な家に住んで、うわ、すごいね、あいつは巧みにやってるなって思えるかもしれない。そう見えるかもしれないけども、事実としてそうでない。で、それがやっぱり見えないんですよ。でも、ブッダはそれをちゃんと観察して。で、ブッダはもともと王様の息子ですから、 ねえ、それは一国の、あの、小国であっても一国の王様の息子ですから、その当時のその地域の人たちからすれば誰もが羨むような生活をしておられたと思うし、実際、ブッダ自身が、えー、その自分のね、育った、このおいたちの中で、春の家、秋の家、夏の家、冬の家って四季折々の家があって、そしてね、 もうたくさんの友女たちを連れて、あの、ピクニックに出かけたり、もう本当に青春時代を多くなさった人なんですよ。これ以上ないというぐらい贅沢をして、これ以上ないというぐらいの物質的な、えー、ね、その、いろんな豊かさみたいなものを享受して生きたわけでそれでも、これが本当に幸せかっていうところへ突き当たったわけですよね。そう。で、その上で、やはりこの、お お金というものを第一の価値において高い優先順位でそれを追い求めてそれを得られることを巧みと表現しているとそういう生き方が本当に幸せかっていう問題提起をなさったのがブッダなんですねなのであのこれはねこの表面上だけ上手にやっておいて裏で不正をしているこのような人も巧みと言えるのでしょうか仏教的に言ったら全く言えないということです超下手ですね で、実際にそれは本当に長続きもしないし、他の人から見たらそれはうまくやってるようでいて、そうでない。時々この芸能人の方のニュースとかね、いろんな方のニュース、誰もが羨む,ややむような、あの、本当にこう、いろんなね、メディアに出たりして、そして、羨むような生活、人々から脚光を浴びて、羨ましがられるような人であっても、実は裏で、本当もう自分で、自分の命を自ら立っていくようなことがあったりとかね、本当にそれは、 実際のところ裏を覗いてみるとわかんないわけです。で、これは実際本当に裏を覗いてみると、まさにこの、巧みに生きるということの定義を間違えると、本当にそれが巧みかどうか幸せかどうかっていうことがですね、あの、優先順位を間違えてしまうと、最終的な人生の幸せっていうものはね、なかなか得られないんだな、ということは、 長年、僧侶という、えー、お仕事をしていると、仕事といいますか、そういう生き方をしていると、これはね、非常にもう、痛感します。まさに、これは真理だということが、痛,を痛感するんですよ。なぜかというと、お坊さんというのは、ね、あの、普段皆さんとあまり関わりがないようですけど、人が亡くなる最後に関わりますでしょお葬式とかおそうすると、本当と、大会社の会社の社長さんであっても、 もうそのお葬式に来てる人っていうのを見るとですね、ほとんどギリできてますよ。身内ですら、何をこの人たちを狙ってるのかなっていうぐらい、そこに心がないんですね、お葬式の時に。そう。みんな、その人の肩書きであったり、持っているものに群がっているだけであって、本当にそれが心から信頼されて愛された人なんだなって。もうもちろん社長さんだってもそういう方おられますよ。ね、おられます。けれども、そうでないという方もおられます。で、じゃあ一方で、そういう、 ねあの、裏で、本当にお金がないって、家に行ったらわかりますから。ね車を見ててもわかんないですよ。車は、長屋に住んでても。ね長屋に住んでて、あの、本当にお金があんまりない人でも今ね、別にローンで買ったらベンツだって買えるし、BM だって買えるし。ねえ。だけど実はそんなに別にお金持ってないけれども、高級車を乗ってだから車だけ見てるとわかんないんですよ。着てる服だけ見て、持ってる宝石とか持ってるバッグだけ見てたらわかんないんですよ。 だけれども、やっぱりお坊さんって、そこの家、親戚含めてね、やっぱり亡くなった時に、それをやっぱり見るわけです。先祖、先祖代々からのつながりも見るわけです。そうすると、一生懸命、まあ、体裁を作ろうっておられるけれども、実はお金がないんだな、みいなことを見てたらわかるわけですね。でもやっぱりそうやって見ていくと、ですかこのお金を、表面上だけ、うまくやって、お金を儲けたと。 この人の幸せというのは長続きしないし、そもそもそれが本当の幸せかって言ったら、そうでない。ね、でも一方で、じゃあ本当にお金がないお金がないって、貧しい人たちが心清らかなのかととんでもないですね。もうずーごい悪どい、ま、貧しい人たちいっぱいおられますよ。そう。ね、心が清らかでないから、ね、貧しい人たちは表面上もうまくできない、ね、裏でも うまくいかない、ね。そういう人たちもおられますよ。だけれども本当に心が清らかであること、そして自分が本当に誰が見てる関係なくに誠実に生きてる人、本当にそうやって生きてる人っていうのは、やっぱりそれなりに生活していくのも大事だし、人からも信用されるし、ね、というふうにしていろんなことがやっぱりうまく回っていってるんですね,ね。で、例えば人間のこの幸せの要素というものを、健康、人間関係、お金、 で、こう、三つに大きく分けた、見,見たときに、全部を平均点以上を取ってバランスよくっていう人は、その人の方が少ない。けれども、やっぱりね、なんでそうなのかって言ったときに、やっぱり私たちが巧みに生きるっていうようなときに、みんなね、みんな、えー、一見謙虚そうに見える人も、そうでない人も、あからさまに自分の欲を、あの、表にですね、はばかることなく表現して生きてる人も、 みんなやっぱり、その、巧みに生きる、うまく生きるって時にピンと頭に来るのが、金をたくさん儲けてるって。もうその時点で、もう相当、この、なんて言うんですかね、あの、今のお金教の世界に洗脳されてしまってるってことですね。で残念ながら、どこかで、あいつはうまくやってるなーって言って、お金持ってる人羨んでるという。 ね、実際はその人本当にうまくやってるかどうかわかりませんよ。プライベート見たら。わかりませんけども、その表面上的なところを見て羨んでいるという、えー、生き方をしていると、これは巧みに生きることにはなりません。ね。ということで、下手をやめ巧みに生きるということは、ね、理想を言えばですよ。ね、この、自分のやはり心が清らかであるということ。この自分の人格が、 何よりも優先してこれを育てていく。そしてそれに成功しているという人は、これ巧みに生きてます。で、こういう人は人間関係も同じとやっぱりうまくいくし、その人が何か商売やって仕事やったりすれば、そんな人から物を買いたいしサービスを受けたいですよね。なので、お仕事もうまくいくんですよ。ね。でもこの優先順位を間違えてしまうと、その、一見幸せそうに見える、つまり金をたくさん持っていると。 ね、この、そういう定義に、そういう前提に基づいての幸せで言うのであれば、お金をたくさん儲けた。これは本当表面上うまく取り繕って、裏で何をやってるかわからない。それでお金を儲かるそういう人も実際いるでしょうし、そういうことも可能だと思います。でもそんな幸せは長続きしないんですよ。ということが長い歴史を見、人類の歴史を見ると、ちゃんと証明されてるんですね。なので、そう。 ここで言う、ね、えー、表面だけうまくやって、裏で不正をしているような人も巧みと言えるのでしょうか下手でも誠実に生きている人の方が良いと思うのですが、考えをお聞かせいただきますと幸いです。そう。ねえー、この答えとしては、表面上だけうまくやって、裏で不正をやっているの人、これは巧みとは言えませんね。仏教的に言えば。それからまた、下手でも誠実に生きている人の方が良いと思うのですが、だけども、本当に誠実に生きていると、 そんな下手にはならないんですよ。だから誠実そうに見えるという、ね、あの、ね、えぇ、ー、品品,品性が善だという人がいますけど、もう放っておいても品性にならないんですよ。本当に誠実な人は。で、これもまた間違いであるということです、ね。そう。だけれども、何よりも優先して求めたいのは何か。仏教でいうところの巧みというのは何か。 というと、うそれは自分の人格の向上において自分の心の清らかさにおいてこれをねちゃんと意識して保とうとしている人でこういう人が巧みに生きることができるし本当にねまたそういう人を巧みに生きていると表現しています。